私にとって坂本龍馬は永遠のロマンチストですね。まあ、日本の青春っていうか幕末の中をドタ靴を履いてピストルを持ってね突っ走るその懸命に生きたっていうか生き様がねとっても魅力的ですね。龍馬ほど資料を読む人によってさまざまなイメージをかきたててくれる人物はいませんね。情報とは情けを知らせると書きます。キャノン NP 副社旗はキャノン。